はい、おはようございます。リサマルです。今からね、動画始まるかなっていうのを思うんですけど、その前に、ラン君の方の動画見てもらってる方はわかると思うんですけど、今から上がるやつっていうのは昔、じゃ前に撮ってるやつのストックの分。で、今ね、ちょうど編集し終わって、ストック放出してるっていう感じになってますんで、皆さんは、できる限りと言いますか、不要不急と言いますか、立ち振る舞いの方を考えていただければなというふうに思います。で、その最中、やっぱりその家で待機する時間が長くなると思うんで、その時の暇つぶしにしてもらえたらなというふうに思います。まあ、楽しい動画たくさん上げていこうかなというふうに思ってますんで、よかったらチェックしてもらえたらなというふうに思います。で、それプラスアルファね、まあ、今いろいろ企画してることとかもあるんで、それも見てもらえたらなというふうに思います。ではよろしくお願いします。キュッダイフェニックス現場です。あざす。343番で抽選受けましょう。本日、アイランドの秋葉原店さんにお邪魔しております。超久しぶり。私ここに並ぶのが本当にどれぐらいぶりだろう。半年ぶりぐらいじゃない。ちょっと嫌なことがあって、朝から、まあ、嫌なことっつっても、メタバーステレビのまずじゃんけんに負けました。あれや、目覚ましじゃんけんね。33% なわけですよ、負ける。せめてアイコや。 66% の抽選も通せへんのよっていうので、もうやばい。まずで、その後もうカニ座なんですよ。12っすやばいっす。ただあの番組、目覚ましテレビすごい良心的で、まあ、12選ばれた方って結局やっぱその改善策を教えてもらえるんですよ。で、その改善策に書いてあったのが、小指を絡めるって書いてあったんですよ。これガチで意味がわからないんですけど、小指を絡めると運気が上昇するっていう話なんで、これやりながらこんなやりたいなと思ってます。意味わからないけどね。はい、お願いします。お願いします。いやいや、ありがとうございます。こっちか。ありがとうございます。ありがとうございました。よっしゃ、行こうか。お願いします。おはようございます。さあ行きましょう。おはようございます。おはようございます。中央スロットコーナーを見に行きます。まあ、何が取れるかは分からないですけど、で、バラエティの筋を攻めたいなと思いますと思ったけど、バラ筋も結構埋まってる。一応確認して、もうそうですね。はい、行きます。源さんになりましたね。まあ、あんまりバラエティコーナーガッと見に行けなかったんですけど、まあ、もうしょうがない。行きましょう、これで。おはようございます。伊沢です。おはようございます。最近調子が悪い中、抽選番号も あいにくな感じだったんですけど、大工の源さんが一応取れたので、頑張っていきたいなというふうに思っております。で、まあ、アイランドさんでやっぱり画面見て分かるように、萌え系がね、強いんですけど、あ、もうめっちゃうちゃかった。マジで。もう本当にもう全部見てるんで、めちゃくちゃうちゃかったんですけど、まあ残念ながら打てずということで、大工の源さん、我慢取れたということで、まあ、なかなか荒い台で、ね、最近のエスパロを見てる感じだと、まあ、ちょっと期待はできないかなというふうに思うんですけど、まあ、まったりゆっくり、見てもらえたらなというふうに思います。そんなわけで頑張っていきたいなというふうに思ってます。というわけで、ミッションの方がこちらでございます。ドンどうも、いさまるです。皆様のご協力のおかげで登録者100万人突破したのと同時にミッションも与えられましたと。今回はジャンジャン君との合同ミッションになっていて、どっちも成功で豪華なリゾート島に、失敗で無人島に連れて行かれちゃいます。どんだけ連れて行きたいねん。皆様ご協力よろしくお願いします。成り上がりー。はい、というわけで、チャンネル登録、高評価、グッド、サブチャンネルの方もよろしくお願いいたします。はい、じゃあ行きましょう。はい、というわけで、本日、アイランド秋葉原店さんで、平坦イエス。あ、いや、成り上がりとかもういいや。現状維持これできたらというふうに思っております。頑張りましょう。成り上がり。ありがとうございます。
スに染まり出すわけで大黒源さんとるたんでいきましょう。で、まあ、今ガクンしたんですけど、この台ガクンするかどうかはとりあえず置いておいて、前日のヤベゲームスが243なんですよ。ってことは2周期になってるはずなのに、ここ見えるかな皆さん、1周期になってるんですよ。ラムクリしてるのかな。リセットでも絶対切り替わるんですよ。だからまあセッティ変更は確定してますこれ。まあでもやっぱ引きでなんとでもなる台、ではあるので、なんとか AT を伸ばせるように頑張りたいなと思います。でホールがちょっと暗くて、まあ、見にくいかもしれないですけど、まあ、画面さえ見れたらいいのかなというふうにも思うんで、あんまりそこも気にせず行きましょう。でまあこの機種の説明はねもうしなくてもいいかなというふうには思うんですけど、あれやね、現ナムダメで抽選、周期は100、浅い周期で当てた方が楽。やべえ、ヒップホップみたいになった、ラッパーやん。陰踏んでたよ俺今無意識に、散々やられてるからな。ただめちゃめちゃ面白いですからね、叩きどころがもうありすぎて、何に設定差あるかも俺調べたことないからな。何なんこれ。何に設定差の高額以降、あー違う、あれだ、ゼロで行った時の当選率だね。差はあんのは2000枚出せるけど5000枚出せないマシンですからね。まあティアラッシュ入れましょうよ、間に合うか。3個になれば嬉しいな。残念、ああいった。さあ現ラマ3個原理プレイのみでたまりましたね、こんだけ素晴らしい。さあ行きましょう、疾走ゾーン、当てるか、レバーを叩くんでいいきます、ドン。あ、ミドルフルだった、当てていいですかこれ。あ、テンパイでナイス、オッケーオッケー。まあ硫黄は疑似連なんですけど、これがまあ来れば来るほど熱いと、オッケーオッケー。これさマジでもらったかも、赤って基本出ないんで、ほら炎現在や、あら、はい、これやばいっす、ファンタスティック、あ、ワンダフォーや。前回転しよう、前回転、ほい、はい、まあそうやな、どんどん、役者これは熱いっす、ダメ。あでも剣豪剣撃なんでチャンスですね、はい、何がチャンスアップだってか忘れたけど、はい、甘いぜ、これ当たったらかなり、あ、V 振らせる、 V 振らせる、当たった。110回転、ありがとうございます、あら、調子ええわ。投資5本で110回転、一発目の保留で大当たりですね。で今6図柄なんですけど 50% で赤図柄になります。いきましょう、ここが一番大事、頼むぞ。え、押せ、普段押せ出ないんで、もう一発目から特化ゾーン、ありがとうございます。打診演武、打診入校の時でした、間違えました。さあ行きましょう、レベル1ですねおそらく、いきます、色を上げていかなきゃいけない、緑まで行けばね、マジで熱い、まあ、赤なんか見たことね。まあ最低この乗るキャベツ変わってくるんですけど、原理部とか、まあ、レアク引いて上げていく感じね、レベルは。まあ大概ねレベル1のまま終わっちゃうんですけど、100は超えたい。さあこういうの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 、原理部かハマり上がるぞ、青のまま3桁取る、いやー、90ですね。まあないよりかはある方が嬉しいです。さあ行きましょう、で1ゲーム目で高確になる説ならない説がいろいろある。まあとりあえず曲解放しましょうか、オーケー、行きましょう、神曲っす、ね、もう皆さんご存知だとは思うんですけど、広角に持ち込んで広角中に、ダッシュバトルの、抽選がめちゃめちゃ上がってます、そこで刺す、で広角保証ゲーム超短いんで、原ループで確か 20% ぐらいで、1ゲームぐらいの広角いきます。で転落ベルで転落するんですけど、保証ゲームって超えてからので、でそこでレークを引くと、あ待って、チャンスか、でチャンス目は確か降格確定の33ゲームかなは最低降格確定だった気がする。だからここで例えばベル引くと 10% でダッシュバトルなんですよ、めっちゃ熱い、斜めベルトで 50%、 これナビなしが熱いよね、ここ、これも抽選してます、これも抽選してます、リプレイダメ、ね、でバトル行くのが 10% なんで、ここまでは大丈夫、今 10% を3回抽選してるはずです。
あ、行きましたね。さあ、これがダッシュバトル。3割で勝てます。お、あれ超トップ、はい、赤頼むぞ。ここで行けば、まあそうやわな、ここで技出されなければいいんすけど、これダメ。ちょっとたこ焼きですね。ここでもちろんゲンさんが出てきた感じでダメけど、まだベッドがあるんで、どういうこと、やらかした。まあしょうがない。まあカンナのお願いチャンスで終わらせるか、ビッグボーナス入れてちょくちょく終わらせるか。エイテチュはまあ本当にそれぐらいしかやることがないんで、いやいやそのぐらいだ。まあただこの3桁がめちゃめちゃ乗りやすいんで、それを誘発する。さあこういうので、あと大事なのは現日本2連させるのも大事で、これで補償3ゲームの合格に行くはずです。これも 10% いいぞ、波なし。現日本やめろ、斜めベル熱い。うわ、チャンス目いらねえ。これ斜めベルの方が熱かったっす。いやー、もったいない、もったいない。取れる取れる、はいはい。あ、オッケーオッケーオッケー、ナイスで、2回目で出しまってる。残り46ゲーム。あー、あんたか、コンタ。そうな、技出すなよ、ここ。あぶねー、いや、まだベッドがある。あさあ、3回目、さすがに勝ちたい。けどこういう時勝てないからな、あんまり期待してないもんやな、出しバトルに。さあ、今の合格の間に、2個取ってなってことね。まあ、3個かもしれないけどね、まだあるかもしれない。強いわ、もう。あー、チャンスアップがねえだな。もう一回、あー、これは終わってますかね、流れ星。いやー、怪しい。これダメですね。でこの際合格が超大事なんで、それをどううまく生かすか。結構ね、むずい、マジで出すのが。ただ最初の出し入魂の時で200、300持ってくることも全然あるんで、1000枚出すのは超簡単。はい、終了。はい、終了で、ここから残り弾2個ある疾走ゾーンから戻るんで、まあこれがありがたいですね。当てます。これ弱いですね。はい、ダメ。まあこれもダメ。はい、でここの周期での超高額の移行率、これに設定差があります一応。さあ、ゲンダム獲得、外れで取れた。やばいやばい、何めちゃめちゃ外れ取るんだけど。あ、熱い熱い。さあ、3個目。ちなみに5個いったら強制的に周期に到達するんで、あの天井に向かうにしても激アツですね。はい、源玉4個目。これやばいやばい、めっちゃ止まるんだけど。何これ、俺こんな台打ったことねえぞ。まあ長考だから。あ、終わった、投稿終わりましたね。まあ、あと1個なんでさすがに溜まると思います。さあ、これで現場が溜まれば周期強制到達なんで激アツです。しかも昇格チャンスまでついてくるんで、保留の色を変えれる可能性が出てきます。あ、6。さあ、ここ溜まりましたね。さあ、1周期目なんですけど、34回転で強制到達で、ここで昇格チャンス保留を上げられます。まあでも大概青上がらないこともあるんで、こんな感じでやばいっすねこれ。まあただ、まあ白でも当てれるから当てます。さすがにここ当てないと、もう今日は、今日はてかここはノーチャンス。早いな、テンパイ。あー、ナイス。あ、あれタヌキ出てきたぞ。これ買えんじゃん、これ買えへんの。はい、ここ行ったか。61回転目。いや、ここの持ち込みで当てれたらめちゃめちゃ激アツですけどね。うわ、テンパった、最悪。いいくら、あー発展でいい。役物も作動しない。あれ、弱いとですね、赤タイトル。これは、はい、ジャンスアップ行きましたね、これ青保留で。さあ、ここもジャンスアップ、ドン。誰に大悟の源さん打たしとんねんっつう話。まあさすがに大丈夫、 OKOK。めちゃめちゃ調子よくない、めちゃめちゃ調子いいぞ。一周期超えてない今日。50%取ります。
やばいね、これまだあるぞ、ここからもうダメですね、これさあ、まあ 50% 残念ながら取れずにギャンドリームですね、行きましょう。はい、40ゲームですね。まあ、天と地の差ですよねと思ったら、レア君これは強チャンス名ですかね。ほい、最低7ゲーム保証になりますかね。さあ行きましょう。この7ゲーム間超激アツ、涙しいぞ、熱い。7レベル、うわー、ゲンリプ、あー、まあまあまあまだいい。ちなみにゲンリプ2連も充電してるんで、もう7ゲーム終わったかな、終わったっぽいな、取れてないかなこれ、ちょっとやダメさやな。いや待て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 、ある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 、全然ある全然ある全然ある。さあ来月5回目ですね、行きましょう。まあ応戦の勢いはよし、ようやく勝ちましたわ。まあ、あとはカメハメハの色が何色なのって、まあ、螺旋岩ですね。やらーやーおやーちょーらー、まあ30 OK 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 OK、 まあまあ OK、 いやー何もできんな、むずいよなこれ。20だってやっとこそダッシュバトル入れても 30% やからね、 33% か当てる可能性、まあ、だからこそ燃えるんすけどね、残念残念。まあ、息づりがあと1個たまるんで頑張りましょう。まあそうよね、残念。いけ、これさマジで5絶対あんじゃないですか、兆候こんないかないっすよ、たまたまかもしれんけどね、もちろん。あ、全然無理していかんでもいいよ、え、何これ、あれが死ぬ前弱性でしょこれ、えぐ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 え、やばい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 、え、モザイクかかるけどこれ大丈夫、え、なにこれ、弱視で直撃した、やばいよねこれマジで。いや、ティアラッシュ自体は僕もやったことあるんですけど、弱視からの直撃、いや中断中の可能性ない、とりあえずティアラッシュかくりました。これどえらい、この台の一番えらいやつじゃない、第1停止第1停止第1停止で上乗せが来るんですけど、第1第2第3でちょっとね映像がねこれ使えるか分かんないよ、引けると思ってないからちょっとこれやばいな。49ゲームまさかのティアラッシュ直撃しました、いきますね。でもティアラッシュって基本的に通常時からの方が行きやすいです。まあ行きます、全然カニ座12位じゃないんですけど、めちゃめちゃ映像が流れちゃってやばいっすね。ちょっと小指これカニ座の やります、いきます。今300目指したいこれがちょっと危ないかもしれない、一応確認はしますけど、第1ステージドン5550敵やばいやばいやばい、マックス300まであるんで、役が強ければ強いほど強いっす。こういうのはちょっと何とも言えない感じになりますね。はい、15だから最低でも150は乗るっす、15で10ゲームあるんで、さっき見たら50とかはマジでやばい。第1プッシュ300見てみたいな、レアがいかないとダメなんですよね。ここでレアがいけるやつか本物、まあ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 、ちょっとね5が多いわ、レアクナビなし、でかい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 、あと2ゲームえげつないえげつない、いや弱いからちょっとごめんあんま覚えてないけど、まあ260ぼっちぼっちですね、まあ、ただ確率の割にって感じなんですけど、まあ乗ってよかったです、いいもん見れましたね、行きましょう。いやえらいもんいいだろ、みんなびっくりでしょ。さあ行きましょう、260ゲームでこれはちょっと伸ばしたいですね、あとドリームインパクト行きたいですね、この台打つからには。意外とやれる日なのか、ちょっと伸ばしの頃なんでね、伸ばしたいですよね。それ今
3ゲーム間いきましょう。10パーこれどう、斜めベル頼む。うわーこれいらない。あのね、別にね、いい抽選受けれるわけじゃないんですよね、高確率の連絡。斜め、うわっつ、ノラ、これ50パーなんで熱いっす。間に合いましたね。さあメガネ、まあ磯丸の仲間の部類なんで、まあでも倒したいですね、仲間やけど同族嫌悪で。いいよガッ、まあじゃあね、あー行きましたよ、これ竹取ってますね。さあダッシュバトル、ちょっと怪しいけど、まあまあまあ、マジめちゃめちゃあると思ってる今。いやー取れてないかな、取ってるか、よし、あ待って、ゲンリブリレアルス、これ OK 対決です。もう一回行けばボーナスなんで、ナビ出し、あーまあ引いちゃおうかな、それは。まあこれでダッシュバトルはいきますね。ここ勝てないとね、勝負に絶対負けますからね。これね、技使われるのがやばいんですよね。マジ目覚ましじゃんけんで33パー取ったんですけどね、3分の1で負けて。あれあるか、あれそうやね、これもう一周。うわー、まあもう次の方角を目指しましょう。今のやつで攻撃取れたら7ゲームあるんでチャンス。いや行ってんだこれ攻撃は。さあしかも対決も行きましたね。33敗いけるぞ。ちょっとペンチ持ってきて誰か、あいつの前もおる、マジで白ナビ、何それ、これ取ってますねこれ。やべえ、攻撃が頼みかけてます。やだーチャンス頼むぞ。さあ、ジャンスアップ入って赤で、ここでもうゲンさん来ちゃっていいんじゃない、ドン、ダメ、必殺技、オーケーオーケーオーケー、これが弱攻撃ですね。これはゲンさん来ます、来ない、あー来た、大丈夫、この爆中よ。さあ、ここから行きましょう、本日2回目の上乗せ。赤にならないけど、30かな、まあ残り194、30の線路にどんなクロスになってね、終わったか、ダメですね、もう一回合格目指しましょう。ねえ、こう頼みかける、いや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 、それはない、それはない、順番逆ですよこれ。さあでも行ってくれました、チャンス頑張ろう。さあゲンさん、ゲンにプレー、ここできていいぞ、ほらいい、技はよし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 、これは優しい、大丈夫です、 OK。 さあ連続で、さすが、いきましょう、あー OK、 カンナのお願いします、のら、まあこれカンナのお願いチャンスよりも全然嬉しい、100ゲーム最高、残り285。さあこれでもう狭い角ですね、ほぼマジ倒すんかい、赤赤、あー赤くー。さあ千枚突破、ドリームさあなんちゃらはさ通常時しかいかん、なんかエディ中いかんよね多分、あエディ中も来るよ、 あるわ、18で6536、いや無理まあでもダブル揃いもシングル揃いも6536、究極の2択も6536、まあこれは通常時のみで、ドリームインパクトの10ハズレも6536って考えると16384ぐらいでは何かが起こると、ああ、確定リプレイもあるのか、ああなるほどね、究極の2択も行きたいな、よーし、まだここでの合格もまだあるから取ってると信じて、プラス勝つ、やばいっす、ほら今日復活しないっすね、全然白取れてないか、ああないよないよ、出てきたぞ敵が、赤よし OK、 さあ何回目か分からんけど倒そう、勝てる気がしねえな、ちょっと強いよねこの2人は、
入りました。トラブルドンドンドン、よし、 OK、 カンナのお願いチャンス、ストックですね。まあこれが、まあどう捉えるかは人それぞれ。個人的にはカンナのお願いチャンスでよかった気がする。まあカンナのお願いチャンスもね、ぶっ壊れるのもあれなんで、まあいいか。ちなみになんですけど、先ほどお客さんからセークリットセブン六角出たっていう画面見せてもらったんですけど、ケロットのちょっと寄せてくれてるかもな。久しぶりの磯丸に寄せてもらえてる可能性が若干なくはない気がしなくもない。ということはゲンさんも、ただゲンさんそんな打ってねえよな。まあまあまあ、まあでもリセットも間違いないんで、ちょっと期待してる、出てるから。さあラスト1ゲーム、まあただもう一発あるんで大丈夫ですね。おい、さあ終幕が継続に変わります。ここではい、どんどん、これで継続に変化ですね。さあ6が揃う、はい、まあ普通にキャンドルブですね。おー、オラナイス、これめちゃうまいっす、これはめちゃめちゃうまい。さあ行きましょう。ここのレア役の、うえ、緑いった、熱っ、あの最低のノールゲーム数が増えるっす、めっちゃ熱い。いやでも10やったら変わらんぞ。いや弱い、まだまだいける。いや弱い、いや105かなこれは。さあ OK、 115ですね。まあまあまあ、やっぱこれのレベルが上がっていくと強いですね。さあ行きましょう。さあ残り115からまたまた AT スタート。これでまあ2000万いかないぐらいかな、まあ、出ますね。よし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 、頑張ってるぞ。でこっからはまあ本当にコツコツ高額にぶち込んで 25% 取ってる、信じて。演出見たらね結構わかるんですけどね、ダメですねこれ。さあ1500万突破、いや怪しい、いけてんのか、くるっと、あーでもなんか合格っぽさそうっすね。まあ原理プ2連3連が一番楽なんで、赤、あー合格やったけど取りっぱぐれたって感じかな、これは。まあなさそうっすね、残念。いやー585ゲーム消化の1790枚です。ナビ出ればね、あの当たり時にストック持ってる可能性っていうのもこれであるので、いや待って、これでも戻るんですよ、ダッシュバトルが、ダッシュバトルですよ、戻ったとして。あで、ダッシュバトルに負けて普通に戻ると、あ、あと3つもあるのか、え、誰これ、あ、3つ持ってる状態で直撃させたからか。 OK、 まあ行きましょう。ここで当たるの最強、マジで速い。がしかし弱いですねこれは。はい、おいおいおい、だめ。あ、まあでも今の流れで結構取れましたね、余裕はあります。天井に行けるか、いけないな、全然いけないか。続き頑張っていきましょう。広角もね今3回ぐらい超高か、3回ぐらい確認できてるんで申し分ない、マジで。で3回引けすぎですけどね、まだ1周超えてなくない、超えてなくない、ウォウォウやね、ね飲んでなくない、ウォウォウっつって。これは2個、1個か、ウォウォウですね。おい確定や2個黙れ、2個、おい止まった、おい OK。 42ゲーム1周決め、また、マックスですね。では昇格させましょう、怖いですね。はい、どうこれ、こんなん緑以上やろ。オッケーオッケーオッケー、最後にちょっと頑張ってもらおう。まあ1個目で当たったらもう最高ですけどね、マジでここで当てたいっす。ショタが悪いもん。さあテンパ早いで90連、オッケーオッケーオッケー、いや当てたいここマジで、ワンダフォー行こう、ワンダフォー、ドン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 、まだまだレバルもあるんで、いやダメか、あって
かい、なんか当たったっぽいです。なんか映画始まりましたわ。映画の告知が始まりました。初めて見ましたね。最後まあ暑いでしょうね、もちろん。これ外れたらカンナちゃんどうなんねんって話ですかね。でダイナマイトで加速するいいですね。あ、目減らしますね。俺感動して泣いちゃうぞこれ泣いちゃうて、恐ろしいことになってます。一周期一度も抜けてない。ほら、あとは 50%、 まあ厳密には 50% じゃないですけど、まあトータルもろもろ 50%。 大丈夫、完璧。さあ65回転7揃いで出し入魂の時、色は青。頑張りましょう。まあ、100は超えよう。やると、うわっつ、これ。いやーゲリブ、まあ、全然 OK。 色は青のままか。いや待て、何が起こった。皆さん3桁あるかもしれない、これ。あ、何、あ、チャンス目。え、斜めベルで3桁ですわ。 OK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 。 これもどう、20か。5がない、5が全然ねえ。まあもうティアラスとあんま変わらんレベル、100ぐらい違うけど。どうだ、怖いな。20かな。ラストレッグ、5回最後の最後でこう来ました。215ゲームスタート、頑張っていきましょう。ただ今日やばいかもしれない、これもう負けんわえ、ゲンさんってこんな初当たりかなかったっけ。初当たり確率算出できんけど50分の1ぐらいの気がするまあ純粋に触ると息も強そうですけどね。今日12位やったのに参考になんねん俺。いや違うな、ほんまはめちゃめちゃ悪かったけど、これじゃあほんまに小指をこうギャッてやるって、朝から幸先悪いわけど全然そんなことなかったね。関係ないね、やってやるぜ。何パーセントって頭の中で考えるんじゃなくて、ダッシュバトル、10もこんなんあんの。これ価値格とかないんすかね。まあ10% 引っ張ってきてダッシュを取ったって感じですね。さあ行きましょう、確定であってくれ。相手は、相手誰なんだろう。ああたこ焼きや、大丈夫かこれ。ベン OK、 さすがに、まあ、みんな偉そうなやつ出たらね。さあいくぞ、あとはカメハメハで何を出すかっていう、そういう話。さあ行きましょう。おっ、あおいやんけー。あ、 お姉ちゃんカンナのお願いしますが来ましたね。 OK 頑張ろう。さあ行きましょう、お姉ちゃんですね、いわゆるカンナのお願いチャンス、略してお姉ちゃん、行きましょう、パーセンテージを上乗せして最後に連打、基本的に 96%、まあ、この、まあ、最低、まあ、今10ゲーム紹介できてるんで10ゲームプラスって感じで思えばいいかなと思います。あとこれ何が強いのって、ダッシュバトルをストックできるんでそれが強いですね。ほらベルアップ 95% ですねはいはい、レベルアップ 95% ですね。頑張りましょう、長押しでオート連射、これ止めろ、危ない、もう一回出たら危なかったですね。ダッシュバトル俺、なんでめちゃめちゃ30ぐらいだったの今。これを耐えれるかどうかがすげえ大事。まあ 95% なんで終わりますよね。まあしょぼいですけど、まあしょうがないですね、ダッシュバトルも取れてないんでしょうがない。残り191、まあいいです、 OK、 ギリギリで入れるか。楽中しか来ないマジで。いや弱いっすよね。あ、いった、ナイス、 10% 取ってましたね。残りラスト5ゲームで、さあチャンスアップ。いや満月赤くない、
あとは技がちゃんと、まあ、ここで行けばもう最高なんですけど、行きました、ありがとうございます。敵の技に怯える必要もなくなりましたね。さあまずは赤くなれよ。やべえ、30かな。あ、ボーナスですね。これでとりあえず全部見たんじゃないか、わかんないですけど、まあ、もちろんそのドリームインパクトとか、あとなんだ、究極の2択とかもちろん、ま、ダメですけど。さあビッグボーナス、名ばかりであまり強くはないですね。あれのことでいい。さあビッグボーナス、さあラスト1ゲーム、まあ1000枚は超えて30ゲームだから残り35ゲームですね。あ、ごめん、なんか40乗ってましたわ。引いた分の10かな。残り45ゲームからゲントリーブ最高。え、何これ、行くんじゃないこれ、ダッシュボトル取ってたか。 OK、 ナイス。ここで取ったってわけではないんで、ただ勝てんよね。あの、なんで彼が急まるかって言ったら、まあ、見てもらうと分かるんですけど、ちゃんとね、成り上がりやってんすよね。ちゃんとってのもおかしいけど、まあまあ次戦ったら見てもらえたらなと思います。ほら、いった。さあ、見とってや、見とってや。急まれたんですけど、はい、まあでも出たら負けちゃうんですけどね。はいはいはい、まあ源さん勝っていい、まあまあしょうがない、見といてや。はい、成り上がりって、ほらやってんのよ、これ完全にもうそういうことです、完全にそういうことです。勝てです、さすが我が分身ですね。さあ終了、1312枚ですね。365日1年ですね、素晴らしい。継続ナビ、お、え、出た。ただこれさ、ダメか、あ、言ってますよねこれ。あー、でもリプレイ、リプレイじゃダメか、落ちるペルじゃないとダメですもんね。アウトデラックスっすねこれ。まあ、ただ緑、そうだ、忘れてた、残ってるんで、ここで戻しましょう。チャンス目青やけどな。ほい、え、嘘、疑似連来ない、これはちょっとやらかしたなと思ったら当たったっぽい。これ何マジでさ、でもこんなところに設定されるっていう情報はさ、ネットを見ても書いてないわけですよ。態度しか書いてないわけですよ。こんな初めての演出見る、ゲッチュでしょう、はい、なんか押させてくれるみたいです。ありがとうございます。はい、ツーアングルですね。9ゲームで大当たり、もうほぼ継続みたいなもんですね。はい、ただこっからなんかね、もう7な気がするんだよね。あ、でもやばいか、まだ分からん、なっ、あ、ダメやね。まあこれはただのゲンドリーム、はい、しょうがないですね。行きましょう、40ゲームスタート。まあもうさすがに行き過ぎですね、枚数。OKOK、 まあ40ゲームスタートを頑張ってここまで伸ばせたんで OK かなとも思います。1589枚ですね。たまに変わるよこれ。いっとー、出しバトルを取ってましたね。ただこれ負けたら普通に今の画面に戻るんで勝ちます。OK、 頑張ろう。さあチャンスアップ、赤、これどういけるだろう、これ怖いけど、やめろよ、うわ危ねえ、もう乗ら、大丈夫だが、この勝利はねものすごく大きいです。これ勝ち確とかじゃないんで、さあ行きましょう。やーか、カードのお願いチャンス、エディストック下げた、これいけ、ドン、 OK、 100持ってこい、100、さすがに、9はまあまあここまで行くわね。さあ 96% いきます。30まで頑張ろうと思ったけどちょっと待ってくれ、さすがに。OK OK OK、 ダッシュバトルがね欲しいのよ。
めっちゃ続いて、うわーいらんタイミングで話してもうた。耐える耐える、うわー弱いね。まあ AT1 回分と思ったらまあいいかな。54ゲームでダッシュバトルは取れずですね。1808枚、終了ですね。終了、頑張ろう。ボンボンボーン、兆候はなし。さあ226ゲーム2周期目で当たりましたね。もうこれの周期をできそうですすごいですねこれ。261枚、あ6図から、ね、105回で1周期目で大当たり、あたす OK。 122ですね。ナビ伸ばせんな。ああ天井やわ3周期目デビューかもしれんわ。いやー辛い。まあこれが普通やねんけどね。お情け発展ってやつですね。いやまあ早いからいいけど6周これ天井やなこれ。帰ろ帰ろ磯丸。まあここは大丈夫でーす。大丈夫じゃねえ、やばいわ。さあこの9回目の周期を終えたら発動でございます。ちょっと3泊持ってたのに2泊のまれたな。これがライクの原産ですよ皆さん。まあ持ちコインで遊べてるだけありがたいですけどね。ライクの原産こんだけ打ってて、うわ何やフリーズ、カズマット、うわこれドリームインパクトや赤赤赤赤移動だ。3桁が 66% でループします。ペッコレスターお願いします。こんなんだよね。次は 66% です。 OK OK 取れたっぽいね。まだまだこんなんじゃダメ。いやまだこれ復活もあるんですよ振り分け的には。 66% 込み込み復活。いやー終わったら終わったらこれ順外れなんで、だ何をする順外れやから、まあまあまだいいか。パーパー揃うねこれ多分。あ揃わんのかい順外れの一部で、あ一部でか順外れで今のが発動します。人生初ドリームインパクト、クソしょぼい200で終わりましたね。天井行った方が強かったんとちゃう今の65536っす。ティアラッシュの方が強かったね。ああまあこんなもんか。複雑な気持ち、天井間際のゴッドみたいな感じですね。まあでも伸ばしましょう。嬉しいですね人生初なんで。あんな感じなんですね。なんか7がドーンとかじゃなくて、今日すごいね。すごいけどこれだけじゃ投資分まくれない。引きは悪くないな。やっぱうわこれやるの忘れたな。目覚ましテレビ踊らされてるよ。目覚ましテレビにやばいっす。マジで何もいけずにもうあと半分っす。ちょっとちょっとちょっと頼む。いやまだ分からん、まだある。さあ行きましたね。残り94でようやくダッシュバトル。ちょっとこれ磯ちゃんマジでいきます。すいません頼むぞ。お前かっさあまだ負けられへんわ。ほらいけいけフルコンボ。もう一回復活せへんよ。勝てよ。いやー強えわあいつ。これでもその後ビッグボーナスっすよね。上がってるんじゃないこれ。これでもさめっちゃ確率重かった気がするんだけど、はい、そんなことなかったっけな。まあこれビッグボーナスですね。あ強制的に本日2回目でございます。これ赤の狙いやったらね、もっといなかったんですけど。さあ60の線なのかなこれは。ボーナスの10で、はいですね。
で466枚残り146、まだやれんぞ。いやラッシュバトルでやっぱ勝たんとな、けどさすがに磯丸に派遣取られてるんで、でやつの前はへし折らなあかんわ。来い、なるほど、取ってくれ。いやあんじゃないこれ、25番取ったんじゃん、怪しいねこれ。いやこれ広角やったら取ってもおかしないけど、厳しいか。いやあんちゃんこれ外した、やりよったな。黒い、さあ強チェリー、さあどうだ、7ゲームからねやると。大丈夫、斜めベル、よし、ドン、あーくそー、リプレイいいな、リプレイいいな。いやなよ、やめろよ、純蔵三枚の7枚ベルで3連続リプレイはやばいやろ。いや広角蹴ったなこれ、どっか行ってもだ、あーマジ取れないっすね、ほんと。なんやなんやなんや、リールロックしたよ、1段階リールロック、トーチェリーかな、ジャクチェリー。一応定格状態でも抽選はしてるんで、それで引っ張ってきたから分かんないですけど、いきます。残り8ゲーム、これは勝ちたいぞ、なんか雰囲気的に。さすがにもうあんたには負けん。いやー復活、おーあーおこおこやけどしゃーない、ダッシュバトルはこれがダッシュバトルやから、やってんなこれ。いた、大丈夫っすね、またおめえかいな、もうでも勝つしかねえから、もうやろう。今チャンスアップはちょうだい、お願い頼む、ゲソーン。すげえよ、なんやその微妙なゲーム数は、なんか75ゲーム乗りましたよ。の抽選直乗せ、なんか分かんないけど75ゲーム出上げっす。バカっすよマジでこいつ、どうなってんのお前。ニトロでも積んでんのかあいつの出し、おかしいやろ。終わったー、1145枚ウニーズから、ちょっとこれ出しバトルあるぞ、ジャクジャンメいけ、くっそー、いやらかした。これたまたまってなっけ、 ないよねこれ、あったらまあまだチャンスだけどないよね。うわーどうしよっかな、ちょっとこれ追いかけるの怖いな、3000枚いかないぐらい、今2000枚ちょっとプラスのうちにやめてもいいっすか、ちょっと逃げ腰やけど、ちょ5周期まで回しちゃったらもう絶対行かなきゃいけなくなっちゃって、いや超攻撃かもしれんもんな、ちょっと見るか、まあ行くんだったらここでもう行ってるんで行かないっすね、もうやめるか一旦、ごめんなさい、ちょっとこれだいぶ荒い台なんで、腰据えるには、いや万が一高設定だったとしてもちょっと荒い台っていうのがあって、でまあ、最近やっぱ勝ちがないから勝ちで終わりたいという気持ちが強いです。なんでこれでちょっとプラスで一旦、申し訳ないですけどプラスで終わらせてもらいたいなというふうに思います。いいもんも結構メリットし、個人的には満足してる、まあ一番出れた時に3800万くらいでもあったんで、そこにまでまくれてないのがちょっと悔しいですけど、まあでも天井間際でフリーズいっちゃったっていうのは多分そういうことなんで、これで終わりたいなというふうに思います。ありがとうございました、すいません、ちょっとこんな感じで申し訳ないですけど、まあ勝ちで終わりたいです、ごめんなさい、ほんまにこれがリアルです。すみません、ありがとうございました。2757枚。
オッケー、ありがとうございます、ありがとうございます。オッケー、まあまあ最高の時から1000枚ぐらい減ってるけど、しゃあないね。お疲れ様です。磯丸です。というわけで、今実戦終了しまして、追いかけるか迷ったんですけど、まあやっぱり今月まだプラスで終われてないっていうのがあったので、まあ英断だったかなというふうに思います。まあ次の方打った方が、まあ、500ぐらいまで持ってかれたんで、まあそれだけじゃ分かんないですけどね。まあどうなんだろうって、まあ引き強だったのかなって、まあ実際フリーズティアラッシュとなんか結構珍しいやつも引けてたんで、まあそういう日だったのかなっていうふうに思って A 段してきました。仮にこう設定だったら、まあもったいない 112% 捨ててくる感じになるんですけど、まあそれはまあ結果は出てるんで、まあ2700枚ですけどね、回収できたんで、あ、まあ良かったかなというふうに思っております。はい、まあ投資が合計ですね、5ホス5000円なんで、まあ全然プラス、圧倒的10倍ぐらいプラスになりましたよね。 OK です。だいぶまあまだ全然返ってきてない、4分の1ぐらいしか返ってきてないですけど、まあまだまだ実戦あるんで、そこでしっかり取り戻せるように頑張っていきたいというふうに思ってます。プラマイゼロを目指して頑張ろうかなって今思ってましたけど、やっぱり上目指してまくりに行きます。頑張ります。次からよろしくお願いします。ありがとうございました。ルーム取ったら 25% か 10% かどっちか。ああ、黄色やん、いかれ、おお、よかった、マジやったありがとう。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。じゃんけんぽん。